とうございます。ツアーが始まって、9月21日から始まってもう後半戦なんですけど、今回のツアーはきっと今までのツアーに来たことある方はちょっと違うなと気づいたかと思われるんですが、いつもなら4曲くらいしたらねと普通にトークを入れてるんです、今みたいなやつを。でも今回は前半8曲くらいずっと MC なしでトライしてみたんです。それは今年の3月にリフレイムっていう Perfume とテクノロジーの NHK さんの企画をやらせていただいて、去年からその企画はあったんですけど、実際に1時間のショーをやってみよう、そのテクノロジーをふんだんに取り入れたショーを、それをやってみた時に MC なしでやってみようっていう初めてのチャレンジをしたんですね。それがやってみたらすごくかっこよくて、なんか自分たちがこれからやってみたいと思ってたり挑戦していきたい可能性ってこういうところにあるのかもしれないってすごく感じて、ちょっとこれから全国回るツアーに取り入れてみんなにも味わってもらいたいなと思って前半やってみましたが、いかがでしたでしょうか。大丈夫でした？ありがとうございます。なんだかみんな心優しいね。なんか東京のライブだとね、結構グイグイグイおーってなんかすごいお互いにやる気が満ち満ちててせめぎ合ってる感じなんだけど、なんか昨日もだけどなんか横浜アリーナすごいあったかいなって感じて、なんでだろうね、思う。やっぱアーティストとファンって似てるんだなって。そういうことか。うん、似てくるんだなって。でも言うよね、言うよね、鏡だって言われますよ。優しい人たちばっかりだなって。アンにね、アンに言ってますよね。言ってますよ。ということで、のっちです。こんばんは。横浜楽しんでますか？盛り上がってますか？盛り上がる準備たくさんしてきましたか？ありがとうございます。さっきなんか歌集家が一生懸命説明してたけど、正直歌集家が可愛くて何も頭に入ってこなかった。私わかるだよね。すごくいい話してたんだと思うんだけど、正直いや何年一緒にいてもね、やっぱ大画面で見る歌集家っていうのは可愛いね。可愛い。ツイッチャーさんも分かっててさ、そのアップにしたり全身写したりしてくれるわけよ。ありがたいね。ありがたい。お金払って見に来てよかったな。